見ようと思われる新卒社会人の特徴ってありますか？何でしょうと、3位は挨拶できないですか？挨拶できない、そもそも読めないでしょ。挨拶できないって、あなた今まで何やってきたの？お母さんお父さんに何も教えてもらえなかった。2位は聞かないです。今は心が変わったことを新入社員にするこれ微妙なんです。これ結構すごい大事でしょ。自分はお客様気分だし、逆に自分の周りの人が動けるやつがその場にいたらこれって出世するお客様飯行って接待とかするやつって連れてかれる。1位は新卒らしくて、さっきの話を終わったら53らしくてもこれできますよ。いや、ただの調子に満足できるやつ。こいつ